秘宝伊藤純也代表から離脱。 JFA は1日、日本代表から FW 伊藤純也が離脱することを発表した。伊藤に関しては先日、一部メディアが女性の同意なく性行為に及んだとして刑事告訴されたことを報道。1月31日に行われた AFC アジアカップカタール2023の決勝トーナメント1回戦バーレーン代表戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなかった。JFA は伊藤に関して、伊藤純也選手に関する一部報道について、日本サッカー協会では報道されている事実関係の内容について当事者の主張が異なっていると理解しており、慎重な対応が求められると考えています。 JFA としては、伊藤選手本人の心身のコンディションを考慮した結果、伊藤選手が本日付でチームを離れることを決定しました。サムライブルーと伊藤選手を応援していただいている多くの皆様にご心配をおかけしていることについてお詫び申し上げますと発表した。これクソすぎるだろ。こんなこと許されていいのかよ。4年に一度の選手の晴れ舞台だぞ。女も実名公開しろよ。訴えるならそれ相応の覚悟が必要だろ。自分たちが儲かれば国を代表して戦うチームのことなんてどうだっていいんだな。本当日本人の恥だよ。ただでさえ過密日程なのにエース級がここで離脱するのは痛すぎる。これで伊藤が無実だったら JFA 主導で週刊誌と告発者を改めて訴えてほしい。追加招集ができないんでしょう。痛いよね。これから中2日、過密日程だし。このタイミングでアジアカップ離脱はマジでしゃらくならん。もちろん犯罪行為ならタイミングとか関係なく本人が悪いが、事実と異なった場合は相応の罰則ないと世の中おかしなるやろ。このマンションって戦ってる最中の選手を潰す日本のメディア。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。